変わったメガネのデザインを集めて、それをまた売っているのかという質問です。なぜ変わったデザインのメガネを集めて売っているのか。なぜまず変わったデザインのメガネを集めているのかっていうところなんですけど、私ももちろん最初からこう変わったメガネのデザインを常に集めてたわけじゃなくて、最初はもちろん普通のスタンダードのメガネでだんだん色を変えて、黒から茶からちょっと明るい黄色とかに変えていっていたんですけど、やっぱり一度こういうメガネをかけた時に、周りの人のその空気が一瞬にして変わったのがすごく面白くて、でやっぱりこういうメガネってかけてね、楽しんでもらうのが本当に面白いなと思って、お客さんにも勧めてるうちに、本当そのお客さんがそのメガネを買ってくれて、で帰って実際メガネをしてどこかに行ったんだよっていう風に感じで、また買っていただいた後もう一回お客さんが来てすごい喜んで、こう面白く体が盛り上がって楽しい、お互い楽しめる状況が多かったんで、これはやっぱりこういうメガネをもっともっと楽しんでいいんだなと思って、メガネってもっともっと楽しめるっていうふうに私自身も思ったんで、こういうメガネはもちろん普通のメガネも販売するんですけども、コレクションじゃなくて実用として、販売していってます。